はい、どうもマモチです。よろしくお願いします。映画内やっていきましょう。甲子園ですよ。頑張りましょう。全国でね、歌いましょう。 CM ソングを誰か教育しろこのクソガキを。おはようっすってなんだ、おかしいだろう。おはようございますだろう。よしやるぞ。うちは色物が多いからな、ちょっと恥ずかしさもあるけども。頑張りましょう。はい、あ、ごめん、前評判 C のとこだったよね。ちょ、ごめん、見るの忘れてた。いやー迷うな。大泉にしようかな。ちょっとね、まあ、偶然だと思うんだけども、京介との相性あんまり良くないんだよね。能力高い大泉にしよう。大泉にしよう。そうすれば森崎ランナー出た時走らせることもできるし、大泉が塁に出ちゃえば京介動かすこともできるし、いけるね。大丈夫だね。このメンバーで、いつものメンバーでいきます。勝ちましょう。まあ去年の藤村くん世代の甲子園あまり覚えてないけど、藤村くんって天才今回いないけども、去年よりは優勝は狙えるんじゃないかなと思ってます。甲子園大会1回戦の模様をお伝えしてまいります。一塁側、南北海道代表、強豪登別。お願いします。加藤、こんぐらいの総合戦力には十分勝ってきた。大丈夫だ。それにしてもうちの茂江はすごいな。何回甲子園で投げたか分かんないもんな。一番バッターだよね彼ね。いけるべ、いけるんじゃねえか多分。油断はしないけども、大量失点するような相手ではないと思うんだよね。頑張りましょう。強振に行くか。ニート B パワー C、 いやこんぐらい憧れるな。第9、こんぐらいの能力は茂雄には身につけてもらいたいんだよね。インハイへ、カウントはツーボールノーストライク。少しでも多く勝って多く経験値をゲットしていきましょう。投げた、3球目ストライク。あわよくば優勝かっさらいましょう。投球これから4球目にしてもあれだな、観客の目つき悪いな。第5球投げた、打った、三塁線のゴロ、一塁送球アウト。うまい。これでツーアウト。第9、投げた、頑張れ。ストライク、まずは見送りました。せめて1点は欲しいね。1球目ストライクから。第2球、これは見送ってボール。カウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目、アウトコース低め、外れてボール。頑張れ。2ボール1ストライク、バッティングカウント。第4球を投げた。よし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 。カウントは3ボール1ストライクです。第5球投げました。いいよ、満塁だよ。待って、ていうか俺が動かす選手全員が全員打てねえんじゃねえか。まっすぐ見送ってストライク。なんとかしたいけどな。第2球ボール、カウントは1ボール1ストライクです。投球はこれから3球目。あれ、引っ張った、ライトの頭の上、越えるか。ナイバッチ、ボールは中継。いやー甲子園さすがに広いね。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮してほしい。
打ってこい。第9投げました。打ってこい。ツーアウトランナー二塁、二塁タッチはセーフ。第2球外角低め見送ってストライク。第3球を投げました。3球目空振り、次が4球目投げました。よっしゃ、強い当たり、伸びた、伸びていった、ナイバッチ、いいね、いいよ、全然守備することねえな。第1球投げました。初球空振り、いいか。さあ次の投球、これはボール、カウントはワンボールワンストライクです。もっと点が欲しい。肩越しにランナー見た、投げた、ストライク、バッター追い込まれました。いや、ここは強振で大丈夫。次が4球目、うわ、低めいっぱい、井上さち、外角低めいっぱい。ワンアウト一塁。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。伝令、守備に気合い、上りで さあここはゲッツーシフトを敷きます。頑張れしげ、まだ80球もいってないの、すごいね。第2球投げた、三振も4で少ないし、カウンター2ボール、ちゃんとビシビシと打たせて取れやってんだろうね。頑張ってしげ、投げた、打ちました、よしよしよし、いけるよ、ボールを取る、二塁アウト、よし、スリーアウトチェンジ、8回奥行きを当たってんな。精密機械使って、機械のごとき精密さを発揮することができるか。これは打てんじゃねえか。流し打ちもついたもんね、ついたもんね。第9投げました、外角低めいっぱい、お1年生、まずは見送り、出番あるぞ、この試合投げさせるぞ。投げました、これは見送ってボール、カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げました、ボール、カウントはツーボールワンストライク。あと打たせたいな。第4球を投げました、よしよしよし、バッターボックスに立たせたい。代打出そう。さあ究極の思考が今解き放たれようとしています。代打、大谷さん、ピンチヒッターは大谷、いや可愛いもん。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。第9投げました、大谷さん頑張って。第2球投げた、2球目、素晴らしいスイングだ、頑張って。5球は3球目投げた、最低でも俺よりも力強いスイングはしてると思う。第4球を投げた、打った、これこれ、さらに、よしすごいな、ライトスタンドへ突き刺さった、かわいいもん、スライダーを完璧に捉えました。スタンドからの祈りが活力となりました。さあ黄色い声援を背中に受けてどんなバッティングを見せるのか。代打、タモさん行こうか、代打タモさん、ひどいもん忘れてたもん俺、ほんと動かせると思ってたからいやー代打タモリやっちゃったもんな。んーどうしよっかな、京介をセンターかな、キャッチャー姫野さんで行こうと思ってて、とりあえずサードトランプでしょ。殺人鬼どこできるんだっけ。
あ、いろいろできるね。外野手かな、外野置こっか。こうかな、いや違うな、タモリか、タモリセンターか。で姫野さん行こう。ピッチャー交代。何の男の虫の音みたいなミンミン言ってっけど、いやタイピ、うん、もぎたてかな、もぎたて嫌な音を一人一つずつアウト取っていこう。それで終わらせよう。残り別ピッチャー交代です。さあいよいよ9回に入ります。伝令、盛り上げる。上り別あと1個伝令できるけど、なんとなくちょっと取っておきます。さあ黄色い声援を背中に受けてどんな投球を見せるのか。臭いところか、まあいいだろう。第9初球見送ってストライク。1人アウト1つね、アウト1つ。1球目ストライクから投げた、見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました、ストレートはもう頑張れよ、アウト1つ取れよ、大事だぞここは。投げました、よーし。バッターは内山、今日4度目のバッターボックス。交代タイピ。上り別ピッチャーを、さあ持ち前の癖も上りを発揮するのか。第9ストライク決まった、頑張れ。もうなかなかこういうチャンスないから、甲子園まで来てこういう風に見れるチャンスは、ちゃんと結果残して。第3球を投げました、打ちました、頑張ってみんな。追い込んでから投げました、もうカウントは2ボール2ストライク。さあ5球目、縦のスライダーボール、頑張れ、膝元へ、ボールカウント3ボール2ストライク。投げました、よーし、空振り三振、2者連続三振。バッターは2者連続三振で来てるよ。ピッチャー交代、谷中で行く。音はこの先出る場面来るから、多分黙ってても。上り別ピッチャーを、経験しておこうみんな。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。臭いところか。よし谷中頑張れ、投げた、インローでストライク。初球ストライクから、第2球、これは見送ってボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、インハイ見送ってストライク。俺この先さ、カレンさんを正捕手にしてさ、何らかの大会で優勝したらさ、いやその時マウンドにいるピッチャーとカレンさんが抱き合うことになるんだろうね。かわいいぞ。夏の甲子園大会1回戦突破になりました。お願いします、お願いします、あざーす。向こうのマネージャーかわいい、すごくかわいかった。登り別あといえば熊牧場、熊牧場、床の仲間が楽しい仲間が、yeah! みんな待てるぜ熊牧場、ここは登り別熊牧場。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。やりましたよ、今回は圧勝でしたな。いや大谷さんすごかったな、パーッと出てきてパーンと打ったもんなすごかったね。いいぞみんな頑張れよ。いやこの経験値が楽しみだったのよ本当に。
ガンガン伸びてもらいたいね皆さん。うん、素晴らしい。なんかあれだな、伸びてはいるんだよ、伸びてはいるんだけども、一回アイドルを味わってしまったらこの伸びもなんかちょっと物足りなく感じてくるね。あ、五郎丸パワー B いった。最近五郎丸存在感ないよ、存在感薄いよ。大家さんというバケモンみたいな存在感放ってっかんね。可愛いだけじゃなくて活躍しだすから。せーのドン、前評判 B、 長野第一だろ、長野ではないだろ、長野だろ多分。頑張りましょう。ありがとう。夏の甲子園大会初勝利、そっか、ありがとう。ローラー交換券、ローラーなんて持ってないから。持ってるもん、あるもん、ここにここにあるもの。よし、終わりましょうか、終わりましょうか。明日は長野第一、頑張りましょう、勝ちましょうね。勝つたびに俺は効果のところを編集しなきゃいけないっていうね、めんどくささも若干あるよ若干あるよ、若干あるよ、めんどくささも。俺の声に合わせてね、登り別って敵って打ってるわけがね、パソコンでカタ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 と結構めんどくさいものありますけども、あ、まあこれはもう何回もめんどくさいって言いましょうね。何回も何回もめんどくさいって言ってればそれはもうイコール勝ってるってことだから、いっぱいめんどくさいことしますよ。よし、寝てんじゃないよ、またモザイク入れるぞこの野郎。よし、そんじゃ終わりましょう、終わります、バイバイ。